光浴びて目覚めてる。
皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。はい、全員来ましたかね。揃いましたか。はい、改めまして私たちはチアドラゴンズです。はい、ちょっとごめんなさい。チアドラゴンズです。ありがとうございます。私たちは普段名古屋ドームで中日ドラゴンズのオフィシャルパフォーマンスチームとして活動をしています。今日はこの和の内フレアフェスタにお呼びいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここで少し自己紹介をさせていただきたいと思います。チアドラゴンズ2017年目リーダーの新井夏里です。よろしくお願いします。夏里さん。はい、チアドラゴンズ5年目になります藤井里奈です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はお天気にも恵まれてこんなにもたくさんの方がステージまで足を運んでくださり本当にありがとうございます。今日は最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。4年目になります力武玲奈です。今日は本当に天気にも恵まれたので私たちも精一杯パフォーマンスしていくので最後まで一緒に楽しんでいきますよ。噛んじゃった。よろしくお願いします。はい、改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。3年目になります、石原舞菜です。もう本当に私晴れ女すぎてやばいですね。もう今日も晴れ、もう本当に嬉しいです。皆さん暑いのでね気をつけて見ていってください。お願いします。まるちゃん。皆さんこんにちは、2年目の井上セリナです。ありがとうございます。この後タオル回す振りもあるので一緒に回してください。お願いします。はい、皆さんこんにちは、2年目の中島美希です。今日はちょっと暑くて、はい、夏みたいですけど熱中症にならないように皆さん食べて飲んでチアドラゴンズを見て楽しんでください。お願いします。みっちゃん。皆さんこんにちは、1年目の青木理香です。りかちゃん、ありがとうございます。今日も元気もりもりにでパフォーマンスしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。楽しんでください。りかちゃん。皆さんこんにちは。こんにちは。もう一回いきますよ。こんにちは。ありがとうございます。1年目の宮川葉月です。はじか。少しの間ですが一緒に喜ぶんじゃない、楽しみましょう。お願いします。はい、ありがとうございました。チアドラゴンズは普段17人で活動しているんですが本日は代表して8名で盛り上げにやってきました。この後もたくさんダンスナンバーご用意しております。それから途中でクイズコーナーなんかもやっちゃったりするので皆さん最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。
際毎日うるさい風も一向に見えねえだからさ何かにつけて何が悪い思いがけ未来ばかりこんな状況で笑えるかどんな音楽を奏でるか悔しくないかやれることやったかもしあの時ああだったら変わってたかもな未来はそんな疑問だいたならばまだできることはあんじゃねえこんな時こそ響いてくる頑張れの声ならば這い上がるのみそして掴み取る勝利
ありがとうございます。最後までそのテンションでお願いします。じゃあリナさんにマイクをお渡ししまして、はいはいはい、はい、では今からですね、私たちチアドラゴンズに関するクイズを4問出題したいと思います。はい、そのクイズに見事正解された方にはこちらの葉月のりかが持ってくれてます、チアドラゴンズオリジナルファイル20周年特別クリアファイル、はい、クリアファイルをプレゼントさせていただきたいと思います。皆さんぜひぜひ参加してくださいね、はい、よろしくお願いします。では早速いきましょう、はい、第1問じゃじゃん、ありがとう、はいはい、私たちチアドラゴンズは普段何ドームで活動しているでしょうか。おお、誰にしようかな、レナ決めて私じゃあマイクを、はい、うん、あの青い T シャツの、はい、あ、そうそう、僕、ね、よいしょ、じゃあ少し前の方に出てきてもらってもいいかな、暑いね触れるかな、僕寂しいじゃない、一人だと、じゃあ大声で言ってくれてもいいよ、全然言えるかな、はい、じゃあ答えをお願いします。ね、簡単すぎました？いや、そんなことない、そんなことないですよね、うん、じゃあ2問目もこんな感じでいきましょう、うん、第2問、じゃじゃん、チアドラゴンズは今年で何周年を迎えたでしょうか。はい、じゃあミキに当ててもらおうかな、誰か選んでもらおうかな、うん、どっち、何色の服着てる、ジャージのアディダンス、形に変えたかな、はい、じゃあちょっと前に出てきてもらえるかな、はい、じゃ答えをお願いします。違います、あなたじゃありません、あれ、ドーラさん来ちゃった、ドーラさん来ちゃったいいかな、答えてもらおうかな、はい、お願いします、はい、20周年です、おめでとうございます、大正解です、ありがとうございます、はい、いいですね、順調ですね、いいですね、残りあと2問になりました、はい、それでは早速いきましょう、第3問、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、私たちと普段一緒に応援をしてくれている、うんうん、中日ドラゴンズのオフィシャルマスコット青いコアラのようなキャラクター、名前を教えてください。はいはいはい、わかる人、なんだろう、なんだろう、やってもらおうかな、キッズの T シャツを着てる、帽子かぶってる、デニムの帽子かぶってる女の子かな帽子かぶってる人いる、帽子かぶってる人いるねピンクの T シャツの子かな、はい、じゃあ答えをお願いします、声でね、呼んでもらったね。ドアラ、ドアラ、ドアラ。まあまあそういうことで、第3問も見事正解ということでですね。はい、ついについにラスト問題になってしまいました。早い早い早い。ちょっとまだ問題いかないからね。ラスト問題。もうちょっと待ってもらおう。うん、いいですか？はい。第4問。4問しか言ってない、4問、はい、答えをどうぞ、5、残念、何の5、残念でした、何の5だろう、うん、何の5かちょっと分かんないですけど、うん、そうだね、うん、ちょっとフライングということもあるからね、はい、第4問です、うん、今出てきてくれたドアラと、うん、他に
あと2人いるんですよ、マスコットキャラクター。そのですね、青い方、水色のノーピーちょっと聞いてください。水色とピンクのマスコットがおります。水色の方はシャオロン、さてピンクい方、名前は何というでしょうか。はい、あれ、わかんない、あれ、一番わからないかな。じゃあ、なんかな、まーちゃんに、じゃあ誰か一人選抜してください。あ、あれ、白がしましま、黒ないじゃん、どこがしましま。黒と、あ、はい、あ、青い帽子かぶってる、青い帽子かぶってる、青い帽子かぶってる、黒の帽子だって、黒の帽子。あ、で一緒に行こうか、せーの、おめでとうございます。かわいい服お揃い、はい、クリアファイルプレゼントです。かわいい。あ、もう一枚ないかな、もう一枚ないかな、どうしよう。なんか、あ、なんかない、あなた、なんか持ってない、持ってないか。それはダメだよ、それはダメだ。はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、あのね、3時からのステージもまたクイズコーナーあるから、その時また手挙げてね。はい。はい、ということでクイズコーナー終わりましてですね、この後まだダンス曲2曲ご用意しております。まだ終わりじゃない、まだ終わりじゃない、まだ2曲あるんです。ドアラさんも一緒にパフォーマンスしてくれると思いますので、最後まで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。クイズコーナーでした。お腹痛いじゃないよ。ありがとうございます。お腹大丈夫大丈夫ね。名前呼べば、ヒーローたちに。
して男息の根止めて勝ち進め、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ、印を捕まえ鷹を狩り、猛牛鳴らして海を越え、豚も闘志も犬わしも龍が根に伏せ勝ち進め、オフィシャルパフォーマンスチームチアドラゴンズ2017の皆さんでした。大きな拍手お願いいたします。ドアラドアラありがとうございました。いいですねドアラ君、カーテンコールも素敵でしたけど、すごい面白い、こんなドアラ君お茶目だとは初めて知りましたが、皆さんはこのチアドラゴンズとドアラ君に魅せられて遠くからお越しいただいてたんですね。ありがとうございました。